特にですね、こちらご覧いただきたいんですが、ウクライナ軍が砲撃で押し込まれている状況が続いているようでして、マリャル国防次官によりますと、ウクライナ軍が1日5000発から6000発の砲弾を使用している一方で、ロシア軍はその10倍以上の砲弾を使用しているということで、火力に大きな差があるといったことが伝えられています。でさらにここに来まして、ウクライナ軍の損害状況がウクライナ側から公表されました。例えばですね、歩兵戦闘車およそ1300台、戦車およそ400両、それからミサイル発射システムおよそ700機、こういった被害がウクライナ軍に出ていまして、まあ、それぞれ最大の 50% を失っている状況だということなんですね。高橋さん、これまでウクライナ側からこういった被害の状況が出てくることなかったように思うんですけれども、はい、改めてこの数字出てきました、どう見ていらっしゃいますか？非常にやはり大きい数字ですね。そのまあ歩兵戦闘車のカテゴリーがどこまで含まれるのかというのはあるんですが、まあ装甲車ということでいうと、もともとあったの